どんな思いを持って今日ピッチに入ったんでしょうか。そうですね、まあ、ここ最近チャンスもらってもなかなか監督の期待に応えることができなかったので、まあ、自分としてもすごく悔しかったですし、まあ、今日このチームがきつい状況の中で、まあ、絶対自分が決めてやるんだという気持ちで臨みました。 J1 初ゴールになりました。そうですね、やっぱり何よりこのクラブで、まあ、取ることができてすごく嬉しかったです。ちょうど広島のサポーターの皆さんの前だったと思います。どんな気持ちでしたか。いやもう何も考えられないですね。もう本当にとにかく嬉しかったです。